衆議院の選挙区。定数は当初4であったが、1993年の総選挙で3に原因された。現在は宮城5区の大部分と宮城6区の大部分に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数42万6754人、投票率73.55%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数42万3422人、投票率80.58%第38回衆議院議員、 総選挙7月6日、執行当日有権者数、422,450人、投票率 78.、78.31%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、421,126人、投票率 75.、75.07%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数、414,564万人、投票率 76.、76.94%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、412,321万人、投票率 74.、74.53%。第34回衆議院議員、総選挙12月5日。 執行当日有権者数、40万4567人、投票率 79.、79.04%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、39万百2 9 5人、投票率 78.、78.51%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 379,850人、投票率 72.、72.65%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、360。861人投票率 76.、76.72%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 356,211人、投票率75.43%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、356,248人、投票率77.39%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、349,888人、 投票率 78.、78.95%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、33万6365人。投票率 81.、81.31%第26回衆議院議員総選挙4月19日、執行。当日有権者数、十二万百九十二人。投票率。 81.09%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数。336,120人。投票率 77.。77.99%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。309,156人。投票率。 65.48%第23回衆議院議員補欠選挙5月21日執行当日有権者数人投票率58.59%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数308,604人投票率62.32%ありがとうございます